大地瀬川は愛知県北下良郡東栄町と静岡県浜松市、天竜区を流れる河川。流路延長は 20.7km。流域面積は 272km、平方メートル。天竜川の支流である。上流部は里草川とも呼ばれる。大地瀬川の支流には大入線などがある。大地瀬川と山円南新自動車道愛知県。 北設楽郡東栄町大和振草に橋を橋、東栄町と設楽町の境界である大鈴山の登録を東に向かって流れる。浅家族台では家族台側を、自桜平では鴨山側を集める。国道151号に沿って流れ、国道151号と国道473号が合流する支点付近で御殿側を集める。東栄町の中心集落である。 本郷市街地を横断し、本郷市街地の東端には、落差約10メートルの津田の淵がある。その後は、国道473号に沿って、振草渓谷と呼ばれる区間に入り、愛知県指定天然記念物の新江淵ポットホールや、預かり淵ポットホールなどの王決群がある。愛知県と静岡県の県境付近で、最大支流の大入線を集め、 すぐ近くでは、豊川用水の導水路が上を通過する。山円南新自動車道や JR 飯田線をくぐり、佐久間町、浦川市街地付近で、相川を集める。南東から北東に90度向きを変え、諏訪湖から南下している中央構造線の上を流れる。佐久間町中部で天竜川に合流する。静岡県内の流路延長は 5.8km で、ある。 大地瀬川は天竜川水系の河川であるが、上流部は豊川用水事業によって豊川水系に流域変更されている。1969年には2170ヘクタールの地域がフリクサ渓谷県立自然公園に指定された。フリクサ渓谷の川床は両家編成体の河口岩であり、ニエフチポットホールや預かりイフチポットホールなどの大ケがある。 1988年には新江淵ポットホールと預かり淵ポットホールが愛知県指定天然記念物に指定された。本郷市街地の東側には奥三河のナイアガラとも呼ばれる津田の淵がある。滝頭は硬い安山岩、滝壺は柔らかい霊岩からなり差別侵食が生じて滝となった。2003年には東栄温泉花祭りの湯と津田の淵をつなぐ。 遊歩道や、津田の淵を眺めることができる展望台が完成した。あゆ釣りフリクサ川では、あゆ釣りが盛んであり、解禁日は愛知県でもトップクラスの速さである。2019年は5月18日が解禁日であり、東三河地方では最も早かった。フリクサ川の川底は岩盤室であり、良質なもが育つことから、あゆの味が良いとされる。 2017年9月15日に、高知市で開催された第20回清流巡り、聞きあい会では、フリクサ川のあゆがグランプリを獲得した。2011年と2013年の清流巡り、聞きあい会では準グランプリに選ばれている。ありがとうございます。